皆さんこんにちは今回は裏社会の工作員佐伯キマウォッチャー編についてですこの方が佐伯キマウォッチャーさんです AI に頼んで少し見栄えを良くしましたもちろん本当はどういう方だったのかは分かりませんこの動画を佐伯マウウォッチャーさんに捧げますインターネットや SNS により隠されてきた真実が拡散されてきました それとともに真実を知られまいとする裏社会が工作員を多数配置している疑いがありますしかし工作員がいることで真実が隠されている証拠になるともいえます時には貴重な情報が得られる場合があります佐伯真央ウォッチャーさんについてです以前中川隆史さんの動画を出しておりますが中川さんから闇の組織について情報を得られましたこの件について中川さんの次に私に挑んできた方です こちらはあるスレッドのコメントなんですが、80番のコメントに登場してきます。この時はハンドルネームはありませんが、後にサイキマンウォッチャーを名乗ります。79番のコメントで初めてサイキマンウォッチャーを名乗りました。以降、私を敵視して挑んできました。闇の組織など存在しないという主張です。最初のコメントに戻ります。拡大します。サイキマンウォッチャーさんが私との決着について、 3パターンあると提示ししてきました私が闇の組織に消されるかウォッチャーさんが消されるか私が闇の組織の確たる証拠を提示するかの3択でした1から3のうち最終的な結末は3番でしたそれに至った過程を説明いたしますであのこちらですね最近もウォッチャーさんなんですけどこの ZGJ と IP アドレスやその他の情報からまあ個人 個人としてのです、ね、名前が生成されるこの記号なんですけど、でこれがあ最近はウォッチャーさんのことで、でこの人が、まあ、最初はあのハンドルネーム何もなかったんですけど、まああの、中川隆さんのやり取りで闇の組織っていう疑惑が出まして、でえーまあ、これについて中川さんの代わりに私に挑んでくる形になりまして、でこの方が まあ、ZGJ ということで、最近マウォッチャーさんと、まあ、この時ですね、2015年9月27日、初めて佐伯マウォッチャーさんを名乗ってきまして、まあ、私を、最近マウォッチャーさんは私のことなんですけど、私を監視すると、私を狙っているというこの名前をつけまして、挑んできてまして、まあ、その目的は、その闇の組織っていうのが、そんなものはないと、そういうことにしたいということですね、その目的で来ておりまして、 まあ逆にそれがの真実である証拠ではないかと、そういう見方もありますが。で、えー、な大変不思議なんだけど、なぜ佐伯真央さんは闇の組織に消されないのということで、ということで、まあ、そういうものは闇の組織なんかないんだよということを言ってきまして、えーまあ、私に、えー、挑んできて、えー、たくさんやりとりがありました。で、あのー、佐伯真央ウォッチャーさんが、なぜ、 まあ残念ながら消されてしまったかと言いますと、えー、大変重要な情報を、まあ、漏らしてしまったからであると考えております。それがこちらですね。あの、陰謀論を特化に特化した掲示板でなんですけど、やり取りなんですが、一、まあ、回書き込んだコメントはもう消せないというところで、まあ、ちょっとその残念な結果をまねてしまいまして、 逆に一回出したコメントを削除すれば、なぜ削除したかっていう疑いが出ますから、なかなか一回言ったものは消すことは難しいというところで、で、このですね、2014年5月22日のコメント。で、この ALG っていうのが、あの、佐伯マンオーチ屋さんのことで、まあ、自分でも言ってまして、まあ、この方、私のブログでもあの結構出入りとかするようになってまして、 これ私の最近マンのブログと書いてありまして、私のブログなんですけど、ここにもコメントでお客さんとして登場しておりまして、まあ、中川隆さん、この中川隆さんは、えー、別人なんですけど、あのすり替わったもので、それと最近マンウォッチャーさんですね、これですね。私ですからということで、この本人を表す記号ですね、ALG っていうのも ZG 台と同じだと。 あんまり変わんないんですけど、プロバイダーによっては定期的に、まあ、何ヶ月かに1回 ID が変わったりとかして、まあ、個人を示す記号も変わるということで、最近もウォッチャーさんが自分で私がコメントしてるというふうに言ってるところもありまして、で、これなんですね。えー、またお得意の陰謀論ですか。そういえば、拓間守や加藤智弘、 といむつおにも冤罪説がありませんねと連続大量殺人即現行犯逮捕犯行事実を全工程で自決したりとかそれでそれですと「冤罪説を展開しようがありませんものねと」ということでまあこれが重要なこの私にとってはきっかけになりまして秋葉原事件の加藤智弘附属池田翔事件の拓磨守、えー こちらがですね、またその、だいぶ昔の話になりますが、いむつおさんというのも、まあ、大量惨殺事件の犯人なんですけど、拓真守とか加藤智広が、冤罪だっていうのを言っておりまして、であのー、これがまた私がその、拓真守ですね、池田付属池田署事件の私が取り組むきっかけになるコメントになりまして。 でそれを、まあ、漏らしてしまったことによって、えー、残念ながら佐伯ウおっちゃんさんは、もうあの消されてしまったと考えておりまして、まあ、それが私がその、まあ、これが冤罪だと明らかにして以降、でこれがきっかけだったとっいうのも、私が言ってしまったところもありまして、ちょっとそこはあの申し上げないところもありましてで、それ以降、出てこなくなりまして、おそらく残念な結果になってしまったと思われますでこちらの重要なコメントですけど、 まあこのコメントをきっかけとして、まあ、あくまでこれはそのきっかけの一つに過ぎず、証拠でも何でもないんですけど、でこれがきっかけで、まあ、私のブログでもう一人の工作員の証言と、中川隆史さんに次ぐ佐伯マウォッチャーさんということで、で、ここでえ自分のブログでも上げてまして、これ先ほどのです、ね、紹介した。まあ、これどういうことかというと、一人で、まあ、2桁の死傷者を出すような まあ大事件、過去何件かありましたけど、そういうのは冤罪なんだよということを言ってまして、まあ、確かにそうなのかもしれないかなというのも感じまして。で、えー、と、それはですね、佐伯もお茶さんが2016年4月15日に、もう一人の工作じゃなくて、それは私ですからと、残念でしたと、まあ、私のブログに現れてまで、 まあこのコメントを扱われることがまあ嫌だったということで、それもまあ一つの,その何か裏がある証拠ということになるんですが、これが元にえー最近もおもちゃさんが残念なことになったと思われます。で、秋葉原事件ですね。こちら私が不審に思った時、でに多くの先輩方、先生方が既にこの冤罪説を展開しておりまして、 私なんかが言うところではなかったんですが、で付属池田署については、この時ですね、こ,のこれはの私が冤罪だと、まあ、この、えー、ウォッチャーさんの、まあ、コメントがきっかけで調べたんですけど、しかしこれに切り込んでいきまして、えー、確かにその証拠ですね、裏がある証拠を得られたと思います。この事件については、まあ、自分はその自,自信があります。あの動画にしておりますので、えー、機会ありましたらご覧いただきたいと思います。こちらも 秋葉原事件と同じように冤罪だと、えー、確信しておりますでまず自分が気づいたきっかけが同じ6月8日だったんですね図書館に行って新聞調べた時にこの6月8日秋葉原も6月8日でいやこれは絶対おかしいとでただ日付が一致してるだけではなくて事件性も内容が大変類似しておりますでこちら私のブログに書き込んでおります内容ですけど 秋葉原通り魔事件と池田署が類似する点というのも書いておりまして、まあ、同じ日付であの、同じく1人の犯人で大量ですねあの、多くの方を殺傷しておりますところが、でなおかつ短時間で日中帯でやっているというところで、大変類似する事件が同じ日に起きたということで、えー、これがまた自分が大変疑わしくですね、何かあると確信したところです。であの 付属池田小事件の方はあのここでまあ話すと長くなりますが、確かにおかしいという証拠を、えー、得ておりますので、えー、見ていただければと思います。で、私がその気づくきっかけになった。同じ6月8日ですね。これは今あの多くの方が知るところで、まあ、今この2つの事件は6月8日なんだよ。というところが普通に言われてますが、それはあの比較,の比較的ですね。最近だと思います。この 私がこれを発見したと言いますか、気づいたのが2016年とか17年ぐらいですので、それ以降だと思われます。あの、この同じ日付でおかしいという気づきになったところ、他の人にもそうなってほしくないので、この事件とは別に、まずその、この事件は2つとも、まあ、たまたま6月8日なんだよと、えー、そういうことをこの、まあ、先行していうことで、防衛線を張ったと。 気づいてその6月八日同じ日付でおかしいとそういうところを私以外の方もたくさんこのか、まあ、気づくところを防ごうとしたと考えております。であの最近もおっちゃさんのこの重要な証言のうちもう一つの事件ですね。まおる加藤智広のもう一つ。問いむつうさんというのは何の事件かと言いますとこれですね津山30人ということでこう有名な事件です。えこれも、まあ、冤罪だと。 いいうことをおっしゃっていてまあ確かにそういえばと思いましてこれもその犯人はその何ですかあの、まあ、死人に口なしと言いますか別に犯人はその証言したわけじゃなくて発見した時はすでに亡くなっていてしかしどうなってるかわからないのに細かなそのストーリーが今たくさん形作られてますけどそういえばおかしいなとたった1人なのに30名ですねこの即死28名とそういえば おかし、いいし秋葉原事事件件や付属池田小事件に似ていますで同期も怨恨と、これ別に本人が怨恨だと言ったわけじゃないのに。えー、で、私あの、こちらの事件も、まあ、いずれ調べたいとは思ってるんですけど、ただそのい、今、その優先して、えー、調べるべきではないということもありまして、まだその本格的には取り組んでおりません。ただ、こちらは大変その、えー、興味深い分野で。 事件は1917年大正6年ということでまあ、こんな時期からその裏社会とこのそういうものがあって、えー、またいろいろなこの別な犯行組織があったりとか、えー、そういうところですね、えー、実は大きな真実が隠されているこの興味深い分野ですので,で最近もウォッチャーさんがおっしゃってた遺言,言みたいなところでありますのでいつか必ず 取りり組んでいきたいと思っておりますえこの津山事件なんですけど、まあ、これも6月8日であれば、まあ、すごい良かったんですけど良、まあ、かったと言いますか裏があるっていうことでは、まあ、決定的でもまあ5月21日なんですけど、まあ、これもその怪しいところでであのまた興味深いですね八墓村のモデルなったりということでこちら有名な方が横溝さん が書かれた映画ででもあります八村ですね、まあ、これを聞きましてまあ,あの私はまた思い出しまして大事件ですねあのよく本を出したりする宮崎勤も散々やってないやってないと言いながら獄中で2冊も本を出してましてその榊原生徒ですね、えー、そういうのも本を出していたり大事件はその確かにその やったんだということでその裏付けとして裏付けにするために本を出したり「綾瀬コンクリート事件」のように映画にしたりとかそういうところこれ似てるなと思いましてこれはあの横目さんが自主的に作ったのかもしかしたらあるいはそういうものを作ってくれと言われたのかもしれませんねそういうところもまたまたそのですね闇の広がりを感じるところで。 この事件もいずれは取り組んでみたいと思っておりますであのこちらですね土井睦男さんなんですけどまあ冷静に見ると、まあ、本当にこの人が30人もやったのかというふうにも感じますしでこの左側のこんな格好で荒らしまくったと八墓村の映画を思い出しますがそれも後付けでこの人が自分で言ったわけじゃないんですねですんであので、まあ、怪しいと思いますであの私はその この事件ですね、福府池田署事件を、ま、あの結局はその最近も大茶さんのコメントというのはきっかけに過ぎて証拠でも何でもありませんのでこの事件を正面から取り組みましてえ確かにおかしいという証拠をたくさん見つけることができました。新聞に載ってて、いた証言者の1人として 40歳ぐらいの背が低い小太りの男だったと。で、捕まっている拓磨守は、あの100、182センチと、で、小太りではありませんし、また違うものですね、複数人犯行である証拠でありますし、で他にも、お新聞でですね、えー、3人、少なくとも3人事故犯がいるという証拠も得ておりまして、えー、ということで、えー、この事件が、まあ冤罪であることが、濃厚であるということを私は見つけまして、ただそのきっかけになってしまったので、えー、残念ながら最近もウォッチャーさんは、 あのー、まあ亡くなってしまったと、まあ、自分は考えておるんですがあの私に敵意をですね、えー、相当な敵意を持っていたところですが、まあ、私とのやり取りですね、えー、そのうちに少しあの心を開くようになっていただきましてまだそこが救いだったかと思いますまあ中川のその代わりのものが、まあ、私に死に挑んできてるところでやり取りしてる中で割り込んできまして 冨ちゃんさんが私は君たちと違ってまともな社会人だからね年末は師走の名が示す通り多忙を極めていたわけですよ佐伯真央さんにはもっと斜め上の超展開の陳理論を展開してもらって陰謀論業界の超人になってもらいたいものですとあのですね、えーまあ、私に対する憎しみというのが、まあ、少し和らいでいただいたところがまだ救いかと思いまして。 えー、そこが良かった点だと思います、えー、佐伯真ウォッチャーさんですね、えー、中川隆さんとおまあ、大変貴重なですね、えー、方々から情報を得られることによって、えー、まあ、今私がまたですねどんどん活動が進められていることになっております今回は以上になります中川隆さん佐伯真ウォッチャーさんから大変貴重な情報を得ましたしかし工作活動を行うものは 貴重な情報を漏らしたら厳しく罰せられるということはどうかと思いますそういう状況をなくしたい真実を全て明らかにして誰もが穏やかである世の中にしたい気持ちですありがとうございました失礼します